さあ始まりました猫図鑑、本日は浜田市にやってまいりました。え、浜田、今回久々の浜田市で行う企画、うんうん、ネゴシックスの建物探訪第2弾です、うん、第1この前の、はい、もともとネゴさんが家を買うっていう企画だったんですけど、はい、まあ、あの全然買う気配がないということで、うん、家をただ見る企画に大きく方針転換させていただいたんですが巡るやつね、はい、こっちではやってないと言われる、あ、そうですね、渡辺淳さんの建物探訪ありますけども、はい、建物探訪あれ好きよ、あの本家のリポートを上回るリポートを、うんうん、上回るとかじゃなくてもう勝手にやりだしてるやん、しかも2回も1回目何も言われんかったの、お叱りはないわけあるやろこの番組は私ネゴシックスがいろんな場所を訪問し、その感想をイラストにして図鑑を作っちゃう、その名もネゴ図鑑。あリビングだ。あ、どうもこんにちは。こんにちは。どうも。あ、どうもどうも。よろしくお願いいたします。お願いします。すいません、私、このモデルハウスを手掛けさせていただきました宮田建設工業の石橋と申します。石橋さん、よろしくお願いいたします。素晴らしいじゃないですか、はい、開放感あり、はい、ありがとうございます。この階段がね、2階も行けるっていう、はい、いや、まあ、階段は2階にしか行けないんですけど、うんうん、はいはい、なんかつまんでくるの。いや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 、言葉尻をつまんでくるの。吹き抜け階段で、あ、はいはいはい、あ、本当ですか、はい、これ実はですね、トリップっていうシリーズの企画住宅になってるんですよ。企画住宅、はい、はい、建築家が考えた600以上の間取りと外観の形であったりとか、はいはい、そういうものを組み合わせていって作った家になるんですよ、うん、建築家さんが考え抜いた洗練されたプランになってるんで、うんうん、600種類っていう豊富なプランの中からいろんなものを見比べて選べるっていう、この安心感が大きな魅力。あ、ここでちょっとさ、どうぞどうぞどうぞ。あ、これは、あ、どうですか、これがあると思えば外で仕事頑張れちゃいますね。本当ですか、はい、実はね、この家具も、うん、なんかセリフみたいですけど、はい、ついてるんですよ。ついてる、はい、このダイニングテーブルであったりとか、うん、このソファーであったりとか、はい、まあ、あのテレビボードもそうなんですけど、はあはあ、これも同じ建築家さんが全部セレクトしてるんで、抜群のやつがついてくるってことですか。はい、なんか結構お家を探されてるっていうのが、はい、いや、そうです、金金欲しいとは思ってまして、金金欲しい、はい、はい、しっかりここに、え、不動産購入申し込み書っていうのをちゃんと。いやこちらも根室川さとしさん。おお、いや、出すなよ、はい、総額4500万、はい、ちょっと待ってよ、金額はすいません、僕の出演料も入ってますので。出演料高すぎやろ一応気に入っていただいたということで。いや、気にはいりますけど、うん、こういうのはもうどっちかですね、じゃんけん的な。あ、僕が買ったらもうサインですか。サイン、よっしゃ、僕の出演料込みでサインでいいですか。じゃあ、いいっすいいっすよ。おお、でも待って、シャゴをかけた、シャゴをかけたじゃんけん。俺だよ、俺しか負担がねえな、負担ってこといきましょう。 あれですか、最初はグーから始めるんですか、はい、最初はグーじゃんけん、ふっ、おっしゃー、おーい、しびれやがったな。ネゴ図鑑ということで、できました、こちらでございます。ババーン、ひりつく田んぼという、いや、もう一番ひりつきました。じゃんけん、じゃんけんで、いや、もう痺れました。しくった、しくった、言ってる言ってるやん。ちなみに、全く関係なく最後に一回じゃんけんしておきますか。やってみましょうか。よし、最初はグーじゃんけん、はい、おっしゃおっしゃおっしゃ、社長